動画を見ていただいてありがとうございます、はい、旅する着物男子のバゴシンです。この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。で早速もう人力車に乗ってます。シェフさんが待ってますので早速この旅を始めていきたいと思います。古い街並みを人力車で走ります。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ここ本当車通っちゃいけないんですよね、確か。これね、平日はいいんです。あ、そうなんですか。ただなるだけ入らないようにという。そういうことなんですね。まあ、あの業者の方、住んでる方の車は仕方ないんですね。はい、この通り古い町並みメインの通り民民さんの町、この通り入りました。あの右斜め上ちょっと見てください。これがね、秋葉様、秋葉様、秋の神様、秋伏せの神様。この神様のおかげもありまして、この高屋は大火にあってない、空襲にあってない、戦争にあってなかったことで古い建物も残ってるんですね。あの秋葉神社、はい、秋葉様というのは、はい、静岡県浜松に本座、そこの神様。一応ね、この高山市内、旧の高山市内、合併前の高山市内で66箇所、はい、そんなにところに秋葉様設けてあるんですね、これ屋根の上登ってますけど、立ち替えてね、まあ、66箇所一応あるんです。この左手、この建物、歯医者さんの建物、今はね営業してないです。10年前にも要するに移転して営業なんですけど、ここね、この赤松、これだけでもすごい立派でしょ。この赤松の向こう、黒い引き違いのと、あれ水車をばらしてそれを組んだ飛び、これだけでもすごい効果なんです。で、この隣、藤井美術民芸館、歯医者さん院長先生15年の歳月を費やして集めた美術品、民芸品のいいものがこの奥に展示した。すごい。ちょっとね、今ね、はい、休館中なんですね、はい、休館中になってますけど、お客さん少ないということで今やってないんですね、はい、見ていただきたいのはこの入り口の門、2階に門番見張りできるところがついて、個人のお宅でこれだけ立派な門設けであるところなかなかないですから ないですね。お金持ってんだというのが分かる確かに。ただこれお医者さんでお金持ってるというよりも、どっちかというと昔はね、地主、それでお金持ってるというところなんですね。なるほど、そうですか。まあ、お土産物屋さんとか、ちょっとね、はい、右のところもね、あの、ただあるんですけどね、はい、この右手にね、ちっちゃい盆栽の木、これがね、1位の木。この木を使って昔朝廷釈宮寺様から長い棒として献上したところ、勝利1位の位が与え、それで1位となった。この木のものを使えば使うほど、月日が経てば経つほど、よりいい色、黒光りするいいものに変化していきますが、ちっちゃい小物でもお土産に加えていただくといいんですね。あ、なるほど。で、この左手にね、白い蔵が出てくるんですけど、この中に竜神台という祭り屋台、この写真のもの1台がこの白い扉の後ろにしまって、春の高山祭りの時に初めてここからここに出ました。この狭い位置で向きを変えるんです。これ下ね、大きめの円と、ここちょっとね、ちっちゃめの円、回った後、傷跡が残ってる。かなり重いもんですから、こういう傷跡が残るんですね。戻し車という車を使うことで、この場で90度くるんと回りますからね。できたらその動く姿、またね、お祭り来ていただきたいなと思います。この隣に一般の方のお宅があるんですけど、この建物で大体明治のね、17年に建てられた建物なんですけど、ここはちゃんと昔明治に建てた状態を維持しつつ、手直し手直して今も建てる建物なんですね。それで、お兄さん若いですから、ああいう電気の線のはわし方って知らないでしょ。知ってます？外資使ってね、電気の線はわして。うちの田舎の前の実家がそんな感じだったかも。これ今火災起きる危険性あるということで、使ったらいけない電気の線のはわせ方ね。これちゃんとね、生きてるんです、はい、そこにね、センサーありまして、夕方暗くなるとこの街灯の明かりをつけるのにこの電気の線使ってあるんですね、はい、懐かしいもん。懐かしいですね、確かに見えましたけどね、はい、ちょっとこれ今あります。あの、またこの通りは進んでいきますけど、この右手の建物、半川屋というお土産物です。この建物、奥行きが非常に深いという、ちょうどその木の家の終わっているところから、あの道路まで、はい、一軒のうちの奥行きですからね、昔の商人のお宅って間口3軒、奥行き20軒と言われる、奥が深いよというのがここではっきりと見ていた、はい、ちなみに今入っているこの道路、この城下町ができた当初っていうのはこの道路はなかった、ここにもうちが1軒あったんですね、はい、これね、一応ね、はい、高山雪国です。冬ね、まあ町を作った時、南北の通りっていうのは日差しがね、一日平均して当たるんですけど、東西の通りってちょうど南面、南側の建物の日陰で雪が溶けにくい、
はい、それで南北の通りは何本かあったんですけど、東西の通りっていうのはほとんどなかったんです、はい、それで昔もここに道が一軒あった、ここ道路を作るために立ち退き、あそこ右手ろうそく屋さんの向こう側に蔵あるんですけど、あの蔵ね、向こうから見るとね、横っちょが切断して短くなってるというのが分かるんです。お時間ありますよね。今日は高山を満喫するために、ただちょっとね、時間ゆっくりめでいきますからね、ちょっとねこの蔵こっちから見ていただくんですけど、これね、向こうに窓あるでしょ、窓の向こう側結構長いでしょ、窓からこっちすごい短いでしょ、これでここ一応蔵、ここでスタンド切られたというんですね、はい、結構パワープレイをしたもんですね。この酒屋さん、ここは創業元禄8年、西暦で1695年、計算すると326年前から高山で一番古い、あの向こうの道路からこっち見ると道路ね、向こうへ広くなってるでしょ、こっち狭いでしょ、これこの酒屋さんのところで立ち退きしてもらえなかったんですから、はい、削るということで、こっち側は向こうちょっと広めに取れましたけど、向こう側は広げることができなかったんですね。店の建物、青い岩戸屋という、はい、のこっち側の板塀のところからあの道路までが、先ほど外資交わしてあったうちのものなんですけど、はいはい、ここに蔵がありまして、はい、ここ一段下がってるでしょ、ここに建物がありますね。この向こうというのは中庭が広く、それでその前が母屋で、この道路なかったと言いますよね、ないと当然こっちからの明かりっていうのは入らない、奥の方暗くなりますから中庭から明かりを取り入れた、あの屋根の位置ちっちゃい部屋みたいな、ありますね、あれが明かり取りで、あの下が吹き抜けで、あそこから明かりを取り入れた、一応明かり取りとして使われていたものなんですね。今もね、どの建物の上にも一応明かり取りは設けてある。それでもう一つ、これ横に窓あるんですけど、下が吹き抜けで窓がついてると窓の開け閉めできないもんですから、中にはロープ垂らしてあって引っ張ると開け立ててきて、はいはい、昔いろりで中が煙たくなる換気用としては窓、はい、開け締めもちゃんと行われたというものなんですね。そうだったんですね、すごい。でここから古い町の名所にまたね、はい、行きますけどね、はい、この通りが上山の町、山の方から上、上に1と書いて上、そのこっち上2の町、それで上山の町、はい、商人の町としてだいたい400年ぐらい前に出来上がったんですけど、この町で一番古い言われる建物が、はい、この建物とこの向かいのうさぎ屋さん、この2軒が幕末の建物、はい、この通りで唯一幕末がこの2軒だけなんです。この辺りね、明治8年に大火にあって1回、その時に大火免れたのがこのうさぎ屋さんとこっちの建物なんですね。なるほど。それでちょっと町の話、建物の話入れますと、入ってるこの通り上三の町、この一本隣上二の町の一部分、はい、この日本が昭和54年2月に国の保存区域として選ばれた。お店あるところ、表札あるでしょ、ここは表札ないですけど、はい、隣ちゃんと表札がある、ほとんどのところちゃんと生活をしながらこういう建物を残して、この古い建物がほとんどが明治以降、中には昭和50年ぐらいに町をね建てたものもあるんです。江戸時代の町屋建築の作りですから、はい、間口ちっちゃい、屋根の高さが低い、これ高さ低くなったの、江戸時代商人って身分一番下、それで徳川幕府、高山陣屋の建物より高い建物を建てたらいけないというね、高さ制限を受けたことでこういう2階部分、12階ぐらいでしょ、はい、長いとね、今ちゃんと生活できる高さも設けてあった、ら今江戸時代、明治時代こういう建物ほとんど使い道なかったやつですね。これ分かります、格子囲ってある四角いもん、何だったっけ、これエアコンの室外機、ちゃんと色塗り替えてこうして囲って、ちなみに崩さない、すごい、ここまで徹底してるんですね。この通りの建物、玄関の横いろんな形の格子がありますよね、こういう格子、ね、こういう格子があるのも江戸時代の町屋建築の作りで、この格子に玄関に出てることで出格子だとか伝格子、また紅柄、紅柄格子言われております。あの京都金沢紅柄って赤いんですけど、高山は黒い、これ上からね墨のすす塗ったりしたことでこういう色合い、すすを塗りますと腐れ防止、害虫防止、燃えにくいと、建物より長持ち、町人で肌の生活できないということ、はい、材料を分からなくするすすが塗られる、だからこっちの建物下の方ちょっと赤っぽくなってる、
これススが落ちてきたことで縁柄の色が出てきてるんですね、はい、それで高山の建物もう一度、はい、建物自体真っ黒なんですけど、はい、小口の部分白いですよね。これ色さえいくと小口の部分白いのつけてあるところがほとんどない古墳って貝殻をすりつぶしたものが塗ってある。この小口というのは水分の出入りがするものですから木材の水分が中から外に全部抜け出してそれで木材が割れてそれを防ぐために貝殻をすりつぶした古墳ってものを塗って水分が出ないからしてあるんですね。垂れ止め割れ止めということで古墳が塗られて、それでもう一つ建物自体が真っ黒ですからちょっと格好をつける、そうですね、格好をつけるために白くなってるんですね、はい、そうですね、あのいいアクセントになってます。私長野行った時とか前よそ行った時に結構ね和風の建物を作り見るんですけど、やっぱりこういう作りというのはこの飛騨ならではかな、はい、それでここにねお医者さんあるんですよ、はい、ちょっとこれ、はい、看板の書き方、はい、右から左へ右は浅い院産科婦人科のお医者さん、数年前まで営業所、はい、今はもうやってないんですけど、この通りで唯一営業してる建物自体大変古いということで何度かテレビに出られた有名なお医者、この看板書いたのは森田茂という方で、これだけでも写真撮っていく方は見えるぐらいの看板、昔幕末三州のうちの一人、はい、山岡鉄舟という方、幼少の頃10歳から8年間ぐらいこの高山に住んでいた時にこちらで書を習ったというお宅でもあるんです。鉄舟の書いた書、鉄舟の勉強した勉強机を保管してあるんです。ご利用いただきたかったお医者さんでもあるんですね。ただ男性陣あんまり関係ないんですけどね。でもその話ちょっと見ました。鉄舟がね8年間この高山にいた時にわざわざ江戸から北辰一刀流の先生もここに呼びつけ、ここで剣術の勉強もした。それが後に江戸へ行って役に立った。今の若い方って山岡鉄舟って何してた人ですかって言われる方多いんですね。私個人的に知ってるのを少し話しますと、昔幕末三州と言いまして勝海舟、高橋鉄舟、山岡鉄舟三人衆、幕末に無血海城といって江戸城を血を一滴も流さずに守ったのがこの三人衆、有名なのが勝海舟で、皆さん勝海舟が活躍したなと思われるんですけど、一番活躍したのが山岡鉄舟。それくらい私もねできませんけどね、またちょっと調べていただくといいかなと思います。結構鉄舟の書とか値段つきますから、今はどうか知らないです。でこの中条工場こっちに入ると道幅が狭い、ここから日本の景色、これがこの今入ってる神さんの町の中で一番情緒のある綺麗な景色となります、はい、まあ今はねちょっと人少ないですからなんですけど、はい、なる前かなりの人でね、なかなか情緒のある町並みって見えなかったんですけど、一回ね熱宿泊まって夕飯にお酒とか飲まれて夕涼みがてらで夜この町を歩いていた、あの店一軒も開いてないですから、街灯の明かりだけがポツポツポツとありまして、本当に情緒のある綺麗な街並み、それをできたら見ていただき、すごく静かな街並みっていうのも分かっていただけますね。昨日本当は夜歩きたかったんですよ、ここ今の時間、だいぶ暖かくはなってきましたからいいんですけど、はいはい、ちょっとね肌寒い感じは受けると思いますからね。そうですか、こう節句の人形、すごく立派な節句の人形を飾ってあります。これ格子越しにこういう節句の人形というのもなかなか見れないものなんです。この辺り旧暦で6月の5日が端午の節句ということで、6月の5日までいろんなところで節句の人形が見えるんですね。それここにね大野屋というお味噌屋さん、はい、お味噌の醸造も中入ると味噌汁試飲できるようなお店屋さんなんです。ここで説明入れたいのが、皆さん気づかない入り口の扉ドア1枚上に上がってますね。あれ天井じゃないですからね、大きい扉1枚、この開け方が昔としては一般的な、今としては大変珍しい、扉が邪魔にならない、店はより広く使える開け方となっております、はい、この右手下台という郷土料理藤井今建ってますね。この建物の脇から二十数年かけて引っ張ってきたんですね。高山の観光ポスターなどに変わるところとなっております。ただだいぶね年々花の色が白くなってきたかな、年取ることにだんだんと花の色もね、はい、まあちょっと寂しいところではありますけど、でこの右手で説明入れたいのがこの招き猫、はい、これ一頭彫り一本の木を削って招き猫、これ左手上げて左が人を招く、右だとお金ですから右左を覚えておく、はいといいです。ちなみに今両手上げてる招き猫、考えようによっちゃ欲張り、だって実際にあれ成功を願う両手上げてる招き猫がいるというんですね。
ですね。でここにデコボコ堂というお店、綺麗な石のものをたくさん置いてあるお店で、両サイドの透明のガラスまで行けるようにちゃんと扉が上に上がってるんですね。ここちょっとここからちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、はい、まあ、女性の方気に入りそうな綺麗な石のもの、私腕にしてるこれちっちゃいのやつですけど、こちらでね購入しましたけどね、はい、こういうお店日本全国いろんなところにありますけど、この高山のデコボコ堂、バリと物がいいと評判のいいお店ですが、ちょっとね覗いていただくといいと思います。でここ両サイドに屋根下丸い大きな玉、杉玉とか坂玉石なんて言われる、はい、本来だと毎年緑の玉に付け替えて新しいお酒できてるという愛、はい、高山ではほとんど付け替えておりません、作り酒屋ですよという玉の意味でぶら下げられております、はいはい、ですから知らない方は大きな蜂の巣浴衣が見える。こちらちょっと新しいでしょ、こちらがね十数年前に経営者が変わってからまた毎年ちゃんちゃんと付け替えております。12月の上旬、日のいい時に付け替えを行いますから、はい、そういう時来られると振る舞い酒とか弁当あったりするんですね、はい、ちなみにお酒も好きですか。めちゃめちゃ飲みます。昨日飲みまくってます。両サイド無料、有料、いろいろシーンいっぱい味わっていただけます。酒も好きでありますから、はい、あそこガチャガチャあるでしょ、はい、上の段のガチャガチャ大人用、あれやって外れ出るとワンカップとの引き換え、当たり出るとねこの四つ星、はい、これ当たりますから、はい、本当にいただくといいです。ちなみに向かい山に来るまで三社、はい、別の酒屋さんですからね、この三社の辛口焼きも缶でも美味しくいただけるということで人気高い。こちらは深い山に菊で三山菊というのが売りのお酒で、おすすめできるお酒になっておりますから、こちらがねいくらだったかな、レジでコインと交換して、そのコインで一応ねそこの機械でシーン楽しめるね、あさっきのガチャガチャでガチャガチャとは別でね、それで向かいは数百円でおちょこ一個買われると冷蔵庫に並んでるお酒順番にねシーンできます。一応楽しんでいただくといいと思う。そうですね、高います酒どころでこの近辺ですね、はい、今この近辺だけにあるのは6軒なんです。もう1軒あるんですけどちょっとここから離れてるんですけどね、はい、高山市内のこの近辺だけで7つの蔵があるということで、こんだけね、はい、今固まって残ってるところっていうのも日本素晴らしいないですからね、まあ、水が豊富、水がきれい、それでお酒も美味しい、はい、また高山のいいところ冬の冷え込み、缶作りの酒っていうのは非常に美味しいものがあります。あそうですね、ここにも家に使えてるものが大島で、はい、まあ、祭りの時がないと表に出ないですからね、はい、お祭りの時じゃないと出てくるな、はい、でこの右手一般の方のお宅なんですけど、これ、はい、これイチジクできてきてるでしょ。あもうできてきますね。それからこれ梅ね、それでこれブルーベリー、これ花咲いてますから、あ本当だ、今年も実がつきます。それでここにまた梅、梅の実ついてるでしょ、はい、あとその隣さくらんぼぶどうと、この鉢だけでも結構あるんですけど、ここ92歳のおばあちゃんが一人でね、はい、100ぐらい鉢全部通してますから、ね、はい、これ右回ると赤い鉢、高山の基本的な鉢中橋、昔この鉢入れて3本あった真ん中、これで中橋になった。昔はね中橋と一番向こう火事橋、それからここから向こう見えないんですけど向こうに松方橋、この3本あった真ん中、これで中中橋ですから、あの柳橋、筏橋は、はい、だいぶ後に出来上がったんですよね。この中橋越えて正面高山陣屋、日本で唯一建物を現存して徳川幕府の陣屋、大官所となっております、はい、徳川幕府の陣屋として建物残ってるのは高山陣屋だけ。陣屋は分かります、まあ政治と裁判もやったりとか。そうですねこれね高山を訪れる方でね、はい、陣屋のことよくわからない方いまして、陣屋って何するとこなんですかって聞く方結構多いですか。昔この平野の行政を行っていたというところでね、はい、今でいう県庁警察裁判所、はい、それから年貢をしまっておく蔵などが、はい、あの中にあるんですか。中入るとね結構拷問部屋とか昔の牢屋とかね、はい、そんなのも見れたりします。結構楽しいですからね。あじゃあ早速それでもうこの足でそのまま高山神社、はい、陣屋行きます。行きます。ならちょっと中天陣屋まで行きましょう。あいいですか、はい、もう一個ね皆さんがね気づきにくいもの、陣屋のとこで説明入れたいと思います。それ分かります。松の木の手前黒い四角屋、はい、郵便ポスト、書状、集め箱、集箱、集め箱、集め箱、ちゃんと使ってる郵便ポスト、ちゃんと出すことできますからね。明治4年に郵便業が始まった日本最初のポストがああいう黒い四角で、手元に復元して高山、ここと上二の町2カ所で使ってる、皆さんなかなか気づかないね、はい、でここに銅像ありますね、はい、説明入れた山岡店の若い子の若い子の外になってます。一応こちらで終点としますから後ろ持たれていてください、はい、
今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。そしてぜひ極楽屋さんの人力車乗って高山観光してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。